シェンファー。何？ここからは手分けをして胴元を探そう。俺はこの辺りから広場までを探す。シェンファーは広場の先の集落を探してくれ。わかった。じゃあ後で。ああ。やってみるか。やめておこう。これはよし、もらっておこう。ん？一攫千金。生薬はそんなに儲かるのか。もらっておこう。
ちょっといいかな。何？顔に傷のある人を探してるんだ。私知ってる。あそこで遊んでるおじさん。そうか、ありがとう。すみません。おお、お兄ちゃん、一勝負どうだい？顔に傷、この胴元だな。ん？何か言ったか？聞きたいことが。なんだ、客じゃねえのかよ。ゴロツキを見た人を探してるんです。ああ、あいつのことか。その人はどこに？まあ、教えてやらねえでもねえが。はあ。最近、ちっと腕がなまっててな。どうだい？手合わせでもしねえか？手合わせですか。ああ、俺に勝ったら教えてやるぜ。どうだい。やります。せい、こんなもんかよ。残念だったな、兄ちゃん。はあ。クンフーが足りねえようだな。まあ、武甲館にでも行って一から出直すこった。武甲館。すみません。おお、兄ちゃん。ゴロツキを見た人を探してるんです。俺と手合わせして勝ったら教えてやってもいいぜ。やります。兄ちゃん。
いえ、俺もちっと昔昔を思い出したぜ。それでゴロツキを見た人はどこに？ああ、そうだったな。花鳥風月をやってる堂本だよ。ゴロツキに絡まれたらしいぜ。その人はたまたま飲んでて相席しただけだから、どこにいるかなんて知らねえよ。そうですか。シェンファー。何？ここからは手分けをして堂本を探そう。俺はこの辺りから広場までを探す。シェンファーは広場の先の集落を探してくれ。分かった。じゃあ後で。ああ。リュウさん。リョウか。セジンさんには会えたか？はい。しかし現れないな、ゴロツキどもめ。俺の手で締め上げてやりたいんだが。そうですか。ちょっといいですか？お前も一緒に見張りに立つか？これでもなかなかきつい仕事だぞ。そうですか。ここで真帆の鍛錬ができるな。やっていくか。真帆か。やっていくか。もっとやってみるか。やめておこう。寸剣ができそうだ。やってみるか。寸剣か。やっていくか。
もっとやってみるか。またにしよう。すみません。おお、葉月か。修行に参ったのか。いえ、聞きたいことが。なんじゃ、憲法家に世間話は無用じゃ。まずは無心に修行せんとな。はあ、わかったか。はい。玉磨かざれば光なしじゃ。励めよ。わかりました。ちょっといいですか。話している暇があったら励むことじゃ。いえ、俺は無心に励みなさい。ええ。すみません。話している暇があったら励むことじゃ。いえ、ちょっと聞きたいことが。無心に励みなさい。ええ。すみません。うん、修行じゃな。さて、三打か、それとも試合で武装に勝負を挑むか、どちらかな。試合か。よかろう。ではまずベニトラが相手じゃ。ここでは最下級の武装じゃが侮れんぞ。
渡せるが。上出来じゃ。これでお主は一つ商談じゃ。ありがとうございます。これに満足せず一つでも上を目指して励め。すみません。修行じゃな。さて三打か、それとも試合で武装に勝負を挑むか、どちらかな。三打なら良き相手がおるぞ。ベニトラというものじゃ。早速始めるがよい。どうじゃ、もっと続けるか。いつでも来るがよい。待っておるぞ。こっちは違う道だ。戻ろう。蛇がつけてある。マムシ種なのか。いろいろ種類があるんだな。いろいろ種類があるんだ。これは
これは。噂は聞いとる。あんたシェンファの友達じゃろ。ハズキです。ほほう、腕っぷしが強そうじゃな。はあ、あんたのような若者には散歩だドリンクが必要じゃろ。散歩だドリンク。猛毒の蛇をな、見つきつけたものじゃ。これはバトル中に使えるただ一つの回復薬なんじゃ。よう聞くぞ。そうなんですか。わしの店で売っとるから忘れんようにな。すいません。なんじゃ。買い物に来ました。ほう、何が入り用じゃな。いつでも待っとるぞ。はい。父さん。なんじゃ。顔に傷のある胴元を知りませんか。そんな胴元おったかいの。遊楽園へ見に行けばわからんか。わかりました。ありがとうございます。すいません。なんじゃ。アルバイトをしたいんですが。薪を割ってくれるなら金を払うぞ。薪割りですか。おお、やってくれるか。あいや、おっと、あいや、おっと、あいや、そうじゃ、おお、惜しいの、そうじゃ、おっと、あいや、おっと、よし、うん、よし、そうじゃ。おっと、うん、そうじゃ、うん、よし、うん、あいや、よし、おっと、うん、
よし。あいや、そうじゃ。おお。うん。ああ、あいや。うん。そうじゃ。あいや。今日のところはこれしか出せんな。よし。そうじゃ。あいや。よし。あいや、おっと、あいや、おお、よいぞ、やるの、そうじゃ、ああ、よし。そうじゃ。よし。そうじゃ。あいや。うん。おっと。あいや。うん。おっと。あいや。見事じゃ。よし。うん。そうじゃ。惜しいの。おっと。今日のところはこれしか出せんな。やめておきます。無理にとは言わんよ。いつでも待っとるぞ。すいません。なんじゃ。欲しいものがあるんです。何かな。おや、気が変わったか。いえ。すいません。なんじゃ。生薬をセットで持っとったら買い取らせてもらうぞ。
これはなかなか良いものじゃ。また生薬が揃ったらいつでも売りに来てくれ。ちょっといいかな。何？顔に傷のある人を探してるんだ。私知ってる。あそこで遊んでるおじさん。そうか、ありがとう。ちょっといいかな。なに？顔に傷のある人を探してるんだ。お怪我したの？さあ、それは知らないよ。そうか。ジユさん、どうしたよ、リョウ。顔に傷のある胴元を知りませんか？石投げ屋の親父だな。あの顔は一度見たら忘れねえよ。どうも。ちょっといいかな。何の用だ？顔に傷のある胴元を知らないか？あそこに店があるけど、顔のことまで知らないよ。自分で見てきたらいいだろ。わかった、ありがとう。すいません。顔に傷のある胴元を知りませんか？誰じゃ、それは。顔に傷のある胴元を探してるんです。石投げ屋の男のことじゃろう。見るからに悪そうな男じゃ。ぼったくられんようにな。わかりました、ありがとうございます。やってみるか。これはいいな。面白いな。へえ。へえ。
もっとこの辺りの人に話を聞こう。お年玉か。いらっしゃい。やりますか。ではお好きな台を選んでください。ほう、いい筋ですね。まだ続けますか。また今度にします。ではまたお待ちしてますよ。すみません。おお、お兄ちゃん、一勝負どうだい。顔に傷、この胴元だな。ん？何か言ったか？聞きたいことが。なんだ、客じゃねえのかよ。ゴロツキを見た人を探してるんです。ああ、あいつのことか。その人はどこに。まあ教えてやらねえでもねえが。はあ、最近ちっと腕がなまっててな。どうだい、手合わせでもしねえか。手合わせですか。ああ、俺に勝ったら教えてやるぜ。どうだい。やります。残念だったな、兄ちゃん。はあ、
薫風が足りねえようだな。まあ武甲館にでも行って一から出直すこった。武甲館。すみません。おお兄ちゃん、ゴロツキを見た人を探してるんです。俺と手合わせして勝ったら教えてやってもいいぜ。やります。ちゃん、はあ、薫風が足りねえようだな。まあ武甲館にでも行って一から出直すこった。武甲館。すみません。おお兄ちゃん、ゴロツキを見た人を探してるんです。俺と手合わせして勝ったら教えてやってもいいぜ。やります。兄ちゃん、はあ、薫風が足りねえようだな。まあ武甲館にでも行って一から出直すこった。武甲館。すみません。おお兄ちゃん、ゴロツキを見た人を探してるんです。俺と手合わせして勝ったら教えてやってもいいぜ。やります。もらった。
ぜ。やるな兄ちゃん。いえ、俺もちっとばかし昔を思い出したぜ。それでゴロツキを見た人はどこに？ああそうだったな、花鳥風月をやってる胴元だよ。ゴロツキに絡まれたらしいぜ。その人はたまたま飲んでて相席しただけだから、どこにいるかなんて知らねえよ。そうですか。